一つ確認してよろしいでしょうか。お夕食のことです。食材に禁忌はございますか。承知しました。あ、それともう一つ、お水の種類は。ではお部屋の方へご案内いたします。こちらがドクターのお部屋になります。鍵をお渡ししておきますので。夕食の準備が整い次第お呼びに参ります。それまでどうぞおくつろぎになっていてください。
高級イタリア料理が食い放題の仕事があるんだがね。しかも妙齢の美女たちが何から何まで世話してくれる。ギャラはブルックリンの一等地で開業した上、お釣りで自家用セスナが買える額だ。そいつは弱った。あんたのことだから今頃ベルリンの路地裏でのたれ死んでるかと思ってたよ。おいおい、友達に向かってひどいこと言うやつだな。ところで聞いたぜ、レノ。センターをクビになったんだって。運が良かったじゃないか。お偉いさんの弱みでも握ったか。あんたのことだ。その辺抜け目はないだろうさ。原因は女か。訳ありかい？まあいいさ。それよりあんたが困ってるだろうと思っていい話を持ってきたぜ。今日の朝食は？俺の話を聞けよ。オーケー。なに、簡単な仕事だ。高級イタリア料理が食い放題で、妙齢の美女たちが何から何まで世話してくれて、ギャラ大金持ちの主治医ってはどうだい。この件のクライアントはイタリアのある島に住んでる。あんたはその島に住み込んでいつも通りの仕事すればいい。そいつは問題ない。イタリアの就労ビザだけ取ってくれ。クライアントが全てうまくやる。リスクの分のギャラは保証するぜ。あんな車ローンで買うなよ。オーケーオーケー、そいつもギャラに上乗せすればいいさ。そういう種類の仕事だよ。スイスに口座を作ってくれ。回収不可能な場所に前金が振り込まれれば少しは信用するかい。この仕事を引き受けるかどうかは別にして、近いうちにあんたのところへ契約書と一緒に招待状が届くだろう。サンタマリア島への招待状だ。南米のとは別の島だ。こっちはアドリア海にある。クライアントの住んでる島だ。契約交渉はその彼と直接行うことが条件なのさ。あの島はちょっとばかり風変わりな環境だからな。あんたもその目で確認してきた方がいいと思うぜ。今のところそれだけだ。なんだい、葛城良一。ボランティアに決まってるじゃないか、ブラザー。
じゃ早めに頼むぜ。もっとも銀行に前金が振り込まれればあんただってすぐ乗り気になるだろうけどな。失礼します。夕食の準備が整いましたので、お迎えに上がりました。
人です。どうしてわかったんですか？私、髪の毛も茶色だし。すみません、不機嫌にさせてしまったみたいで。私、こっちに来てから日本の人と会うの初めてなんです。それでつい嬉しくって一人で舞い上がっちゃって、さっきもお客様の目の前なのに転んじゃったし。すみません、どうかお許しください。夕食の支度ができましたので、食堂へそのご案内を。え、あ、やだ、私申し訳ありません。日本語ですから。
帝国です。始めましょう。さて、ようこそおいでくださいました、ドクター。私は当家のハウスキーパーを仰せつかってるものです。シルビアーナとお呼びください。使用人たちのすべての責任を負うものです。また当家においてはバトラーを雇用しませんので、通常それらが負うべき責務も私が担当いたします。ドクターにおかれましては、生活や仕事の便宜を図る上で支障が生じた際は私にご相談くださいますよう、よろしくお願いいたします。わからない？そうでしたね。その件につきましては後ほど。まずはディナーをお楽しみください。何をおっしゃりたいのですか？なかなか気の利いたことを言う御仁だ。安心したまえ、おかしなものは入っておらんよ。もっとも今宵の料理がお気に召して、ドクターが仕事を受ける気になったなら、それはそれで幸せというものでしょうな。そうしてくれると助かりますな。当家の主、テオ・パドリーノだ。ああ、堅苦しいのはよくない。食事は楽しくとるのがイタリアだ。ドクターはイタリアとはどういう意味かご存知かな？イタリアとはな、古いギリシャの言葉でワインの取れる地という意味だよ。つまりここではまず飲まねば何も始められんのだ。私が独にしていますから。よろしいようだね。早速乾杯といこう。私は見ての通り立つことができないから、ドクターも座ったままで結構だ。無論ドクターに。
偉大なるセオフラストゥスの祝福があらんことを。私の名も彼と同じテオだからね。では乾杯。いかがかなドクター、このワインの種類は。なかなかのご敬願だ。良き酒とは水本来の味をそのまま残しているもの。どうかね、ここの水は絶品であろう。さよう、サンタマリア島金星のスペリオーレだ。ワイナリーだよ、この島の唯一の産業でな。そして私はその道楽なオーナーというわけだ。良質な地下水がいくらでも湧いてくる。その上、気温、湿度、全てが酵母の発酵に最適な環境だ。何がだね。おほう、そりゃあかまんがね。ちょうど食事が運ばれてきたところだ。グリルです。食事を取りながらでいいかね。すでに気がついてるかもしれんが、この島には医者がおらん。ドクターには屋敷に住まう者すべての救い主となっていただきたい。そう、この屋敷だ。ああ、それは構わんのだ。彼らはみんな自分たちで何とかする。ドクター、我々は彼らとは別なのだよ。本来このように医者のおらんことは珍しいものではない。南部へ行けばいくらでもこんな島がある。医者にかかりたければ医者のいる土地に住めばいい。そうは思わんかね。だが私にはこの島を離れられない事情がある。お分かりかね。我々が彼らとは別といった意味が、私は医者のいない土地を医者のいる土地に変えられる人間だということだ。そう、ドクターは
この私の専属の医師となる。私が認めたものだけを治療する医師に。ドクターも知ってるはずだがね、医師にはそういった種類の需要もあることを。非常に言いにくいことだが、ドクターにはあまり選択の余地がないのではないかね。言った通りの意味だ。無論この仕事を断りたいというのであれば、残念だがそれも仕方ない。明朝にはヘリを用意してベネツィアまで送らせていただこう。ただし、何を言い出すかと思えば、あれはこのディナーへ招待した私からのほんの心づくし。どうか憂いなく懐に収めていただきたい。話を分かりやすくしてほしいかね。つまりこういうことだ。旅行客としてイタリアを出たいか、それとも荷物となって出たいか。わかりやすかろう。ドクターが聡明な方で、こちらとしても助かりますな。言うまでもないでしょうな。何ご心配なく。我々はドクターを仲間として迎え入れたいのだよ。この屋敷で職務を全うしていただくこと、それだけでドクターの安全は保証される。実に単純な話だと思うがね。それはなかなか難しい質問だ。じゃあ、あえて言うならば、全てはドクターの、あ、いや、この話はいずれ。具体的な契約手続きは秘書に任せてある。私の話はここまでだ。仕事の話はこれで終わりにしよう。次の料理が来たようだ。いいのかね。ならば食事の続きをしよう。若鶏の蒸し焼き、ローズマリー風味です。ミックスサラダです。スイートバジルのドレッシングでお食べください。ジェラートです。ではドクター、そろそろ
こちらから説明をさせていただきたい。よろしいかな。シルビー、頼む。かしこまりました。では私から説明させていただきます。まずは当家における階級に関して。マスターは会長パドリーノ様です。次席が秘書兼ハウスキーパーの私となります。そして極めて特例ではありますが、その次第三の席はドクターあなたです。どうか今回はこのポジションをご承認ください。これは決定事項です。では続けます。4席目は彼女たち4名のメイドです。本社から出向の方々は5席目以下、一般雇用の使用人たちが該当。以上で階級に関する説明を終わります。続いて、はい、いいえ、ドクターにはそのようなことは要求いたしません。ドクターの通常業務に関してはこれから説明いたします。まずは定期的に会長の健康診断を行ってください。会長は常に健康であることを望まれています。もし万が一異常を発見した場合、全ての業務に優先して会長の治療を行うこと、これを最重要事項として認識願います。その他の業務はメイドたち使用人の健康管理と疾患、事故などが発生した際の治療です。また同時に2つ以上の疾患が発生した場合、治療の優先順位は先ほどご説明した階級に準じて行うようお願いいたします。以上ご質問は。それだけです。では最後にドクターに決定していただきたいことが一つあります。ドクターの専属となる担当メイドを一人、この4名の中から選んでください。ドクターの身辺のすべてをお世話するメイドです。心よいご回答感謝いたします。一人ずつご紹介しましょう。まずはパーラーから。給仕担当のクリスです。よろしくお願いします。次はハウスです。ジェーン、イングリッシュ。あはは、ソーリー。
続いて同じくハウスです。ディアナと申します。担当は主に清掃です。どうぞよろしくお願いします。最後にキッチンの。ミレイです。厨房担当です。彼女らの他にもスカラリーなど下級職の者が何名か働いてますが、それらは対象外とさせていただきます。したがって紹介はいたしません。何でしょう。メイドにも階級があるということです。それはともかく、この4名もまた特別ですから。いずれわかります。ドクターが選択を誤らなければ。それではお聞きします。誰を専属のメイドとして指名なさいますか。そうでしょうね。わかりました。では1週間。7日目の朝、もう一度同じ質問をいたします。それまでに結論を用意してください。このあと別室にて契約書への署名など諸々の手続きをさせていただきますが、よろしいでしょうか。意味のない契約などこの世のどこにもありませんよ。賢明です。何かな。Thank you.
ましてよろしいでしょうか。少しお話ししませんか。これぐらいなら問題ないはずです。お話しするくらいなら。はい。何か。ご期待に添えなくて申し訳ありません。ありがとうございます。できれば。おそらく大丈夫なはずです。気がついてましたか。診療室にはカメラが2箇所、マイクが3箇所あります。カメラが1つだけです。覗き部屋。はい。では失礼します。私を担当メイドに選んでいただけないでしょうか。ドクターにとっても悪くない話だと思います。いかがでしょう。私を選ぶのが最も有利な選択です。事実です。私は他の3人が持ってない情報を持っています。ドクターはこの島から出たくありませんか。出たいと思ってらっしゃるのなら私の情報が役に立つはずです。本気でおっしゃってるとは思えません。違うものを感じるのです。例えばドクター・アレックスとはまるで別の。
何度かこちらにいらっしゃいました。旦那様のご依頼で何かの研究をなさってるとか。あの方はドクターと比べてもっとそのこの環境に溶け込んだ感じがするのです。以前ここに勤めていた方もそんな感じでした。でもあなたは別ですね。ずっと好戦的です。ドクターなら私の探しているものを。この島は決して楽園などではありません。最高の職場などとは言わないでください。ドクターはコムニオンという企業体をご存知でしょうか。ベネツィアに本社を置く貿易を中心とした総合企業です。旦那様テオ・パドリーノはその会長職を務めていらっしゃるのです。それとここにあるワイナリーはコムニオンのワイン事業部の管轄になっています。コムニオンの成立は古く、その前身は15世紀にベネツィアが地中海貿易を独占していた頃の武装商船団であるとも言われています。現在でこそ企業の形を成していますが、かつては長らくベネツィアという都市国家の一つの裏の顔だったのです。イタリアの非合法組織はシチリアマフィアだけとは限りません。そうなりますね。これぐらいなら問題ないはずです。今の話を聞いてもこの島で働きたいですか。そんな簡単に行くと思いますか。認識が甘いです。何ですか、それは。そんなんじゃありません。私は本当にただのメイドです。ドクターと同じです。この島に来なければならなかったから。でも、私にはこの島でやるべきことがあります。ドクター、私をパートナーにすること考えておいてください。それでは夜分遅く大変失礼いたしました。またすぐに会いますので。